はい、お二人ともお二人が食べたいって言ったパフェこちらになります。シンデレラパフェ、約12キロでございます。12キロ。はい、うちのチリマックスよりだいぶ重いよ。赤ちゃん超えてますやん。余裕で超えてます。ちょっとやばいね、ちょっと行こうか、もう食べ始めようか。なんかリーチみたいなところ出てるけど、もうすごい、これもう倒れる、もうやばい。どうぞ立って食べる。行こうか、じゃあもう立って、立って、立って、すみません、すみません。じゃあ、せーの、いただきまーす。やばいやばいやばい、食べるよ、みんな。え、これ、てか、あれで、上あれだよね。生クリーム。どうやって、行くよ、私。あ、もう行っちゃって、行っちゃって。レディーファスウェイ。サポートスロア、じゃあ。落ちて。はい、サポートスロア。あ、でも、あ、なんでここアフタヌーンティー。よし、食べましょう。行きましょう。いただきます。いきます。うん、こういう感じで。おいしい。いただきます。うん、うまい。どうですか。うまいんだけど、これ冷たさやばいな。そうだね、いきなりもう。今日は、いつもイガキラはだらけの美味しいものを紹介してるけど、今日は美味しくてさらに限界まで行けるところまで限界茨城美味しいグルメを2人に紹介しようと思ってる。もうあれだ、天井ギリギリだ。そう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 、まあ、スタンディングも斬新ですね、これ。なかなかないよ。映ってるか不安だもん、自分のカメラに。で、高すぎでしょ、この子。私ウエスターストウエスターストより大体暑い時期かも。だからパフェがめちゃめちゃうまいんだよ。よくも。あのペロリで紹介した時にまず最初にあのビックリサンダーマウンテンでマンゴーパフェ食べたんだけど、季節のフルーツ使ってデカ盛り作ってくれるからめっちゃ美味しい。デカ盛りが豪華豪華。そう豪華。さてさて。冷たいのが。これはやばい。うん。あ、上の段のアイスきついみたいな。はい、はい、コーヒーください。はい、はい、いやこれはやばい。うん、とりあえずまだ僕は食べちゃうか。コースさんがもうひどい寒がりなんですよ。そうなの。おじいちゃんなんだよね、本当に。それこそ3人があの共演したあのいつもなく大変だった、はいはい、あの番組でやったやつね。はい、あちらの時にじゃあ2人がかき氷だった。私がかき氷を食べたんだけど、2人かき氷だったら死んでたってこと。無理してました。うーん、そうなんだ。じゃあいい配役だったんだね。近くなんでちょっとかき氷は理由。でも、食えないよ、あんなかき氷や、うん、早くさ、いいじゃね。だもうね、本当に私あれで強くなったもん、本当にあれのおかげで。やっぱどっちかというとメンタル大事じゃん。メンタル、メンタル。え、感情を殺してやってたの。あの、アドレナリン出るから痛くないもん、まだ、まあ、食べてる最中は。そう、歯とか痛くならない。歯はね、健康だから大事。でもその、もう終わってからが一番
しんどかったな、あれは。いや、そんなのよりやっぱ2人のあのもう容量がすごすぎるよ。何よ、2キロ2.3 を1分で飲むってどういうことよ。意味が分かんない。スピードは、うん、やっぱり飲むと思うんだけど、アメリカとは違う。あー、スピードね、世界が違う。ブラスバンドとかはアメリカ考えてんの。先輩連れてってください。そうだよ、2人でのアメリカ対決も見たいな。座ろう、もういけるっしょ、座って。あー、ありがとうございます。あー、ごめん。ありがとう。あー、時間が狭くなってきた。ありがとう。ごめん、ありがとう。ありがとうございます。すいません。俺は…間違いなく俺が過去見たの甘いものの一番デカ盛りの一番トップだね。トップ。さっちゃんも？うん、これがトップだね、完全に。過去最高を食べた量って何キロ？アイスじゃなくて？自分の人生。公式の記録だと 6. 何キロかだかな。それ何だろう？ビーフシチューかな。あれかと思う。だから公式だと 1.1 キロとか。すげえ。あのテレビの？テレビのやつだと。え、非公式だと？それこそ先日あのマックさんと行ったカレーですよね、新潟の。あれ何キロだっけ？あれが13キロあって、多分10キロ以上先度食ったっていう。2時間近くかけて。ないな、マジで。あれはそうだね。でも不思議なもんで、その辛いから嫌かっていうと、まあラスカの人は分かんないですけど、俺は辛いから嫌かっていうとまた違くて、どっちかっていうと辛い方が楽しいというか、なんかね、すごいよ。なんかね、自分が成長してる感じがするんだよね。なるほど。選手としてる。なるほど。すごい、ちょっと人と違うかもしれない。アクさんも完全に選手だもんね。え、さっちゃんは？私ですか？私はすごい聞いてみたかった、この話。美味しいものを幸せに食べたい人間。そりゃそうだよ。そう、普通だよ。そう。ラスカル君どうなの？すごい興味あるよ。どっちも好きです。その普通に食べるのも好きだし、うん、選手として頑張るのも好きだし、うん、どっちも楽しいですよ、やっぱり。どっち寄りってわけじゃないんだ。どっちも同じぐらい楽しさがあるんで、逆にどっちもやめられないんですね。あ、やべ。音結構両極端かもしれない。ここは多分美味しい両方選手。俺多分結構キワキワな考え方だから。両極端なのに選択肢が出てきたけど大丈夫ですか？
両極食べたものって3分でタクシーに3つ出てきましたけど大丈夫ですか？だから中間中間、あんた中間だから私勝てないんだよ。いつも思う、追い込めないんだよね、自分のこと。勝てないんだよって勝ちたいと思う？思うよ、勝ちたいとはめちゃ思うんだけど、最後の最後で甘いんだよね。わかるんだ、うん、ああ、私のこういうとこみたいな。あ、めっちゃわかる、めっちゃわかる。この感じはすごいありがたい。悔しいっていう気持ちがあったらちょっとなんかテンション上がるな。うん、やっぱそれなんかこう選手的な目線で見ちゃうから。ああ、そっかそっかそっか。そうなテンション上がる。めちゃめちゃ負けすぎだよ、その辺が。1個だけ聞いていいですか。これマックスさん僕大好きなんですけど、あの真剣トークモードになると私全然食えないですよ。マジで全然食えないんですよ。進んでない。確かにさっきから取り行った。ってないよね、マックス鈴木TV そのうちトーク番組になるんだよ。対談番組になるかもしれない。これ行ってないね。ランチワンプレートぐらい食べながら。食べながら。2時間ぐらい永遠と。え、みんなまだ全然1部2部ぐらいの感じ。じゃあせーの、行ってきますか。お腹具合、うん、第1回、うん、お腹どんぐらいでしょう選手権。何割でいきましょうか。10でね、マックス10でね。何パー？どっちがいい？割れていいじゃん。そこ。何割？何割？はいはい。じゃあ、せーの。せーの。いこうか。せーの、4。1割。本当に？うん。え、正直何か食べたのって感じ。俺でもマジでこれ全部食えるよ。うわ、嘘です嘘です。それそれ来てよじゃん。いや、手を動かしてよ。手を動かしてじゃん。多分一番食べてないでよ。本当に。ちょっと私結構もう寒さでもやばいし。うん、でもちょっと考えきますわ。すいませんね。僕考えます。あ、みんな食ってる、俺全然食ってる。わかりやすいわ、これ。映してもらいたいけどね。わかりやすい。客席のシステムのサボりがもうバレるな。バレるわこれ。これダメだな。お任せに。ホットコーヒー、もんや早くないもんですか。中にこう入ってる濡れたコーンフレークが凍ってるんですよ。そうなんですよ、ザリザリ。ザリザリ。よし、あ、マックスコーヒーが、あ、うん、おいしい。うん、すごいな、本当にペースが上げてる。すげえ、最後の追い込みみたいになってるけど。あのラストスパートじゃないですよ、まだ。まだめっちゃ早いね、いいね。サボってた分取り戻さないと。えらい。スープを具抜き、あ、うん、いいですか、ごめんなさい。
めちゃめちゃ熱くしてもらってもいいですか。すいません、初めて。申し訳ない。ダメなの今。初めてあのパフェ食いながらここやってる人たち。なんかラストスパートみたいになってる。なんでラストスパートみたいになってる一人だけ。うちらこんな優雅に安く食べてるの。なんかね、今ね、演技かかってたんだよ。あ、いいことだ。温度差なんだよ。なんで一人でこの量見てよ、まだ中盤だよ、中盤差し掛かってきたぐらい。コーヒーあくよく怒るな。なんでなんでいく第2回お腹どれぐらい意識しましょうか。それどっち、あの強気と本音どっち。じゃあ強気先に言っとく。強気にしよう。強気先ね。よし、いきます。せーの、6。おお、マジかよ。じゃあ、ほんでいくよ。せーの、7。ほんとに言ってんの。いや、なんかさっききつかったけど、うん、いける感じになった。よし。え、いくつ。私もう7ぐらい。いくつ。6ぐらい。マジで、すごいじゃん。コーヒーゼリー結構固めで苦めだね。アイス必須かも。上が崩れないように硬くなってますね。うん。味濃度甘いですよ。うん。すごいこと言うと、私はもうコーヒー得意じゃないの。話の得意だから大丈夫。押しつけて俺得意だからっていうのかと思った。プラスカル君はもうコーヒーが大好きでした。そう。コーヒーばっかり飲んでるけど。そうなんだ。横で。これ結構。なんか大きいスプーンとか届かないでもらえますか。あ、なんか欲しくれるような大きいスプーンとかなんかあれば。コーヒーゼリー用の。こうやってて真っ青だったのが、はい、3秒後に急に発熱し始めた。あ、これが最終段階かな。もう来た。じゃあ、お、来た。デカミ来たよ。どうぞ。かわいい。そういうことは今、マックさん、今のうちにゼリー取って、一緒に食った方がいいですよ。あの、ここは味だけ食べてください。もう、こういうのですね。なんだって。あと5分です。おい、始まったよ。じゃあ、やばい、一人だけ燃えてる。ラスト5分って言われてめっちゃ燃えてる。私オレンジいっちゃおう。オレンジゼリーはあんまりいっちゃいます。ここまで冷えてないから結構食べやすれば。本当に、うん、よし、
綺麗なオレンジとグレープフルーツがなくなって、あとはフルーツとコーヒーゼリーかな。おいや、なんでちょっと一人だけさティータイムみたいになってんの。ちょっと小休憩で、ちょっとティータイムしないでよ。ペロリって軽い感じじゃないですね。最後みんなで可愛くペロリって言うんだよ。そういうより楽勝だよ。絶対やろう。どこを開いてる。休憩しといてくださいじゃん、マジで。待って、スープもらえますか。飲めない。スープ入んない。なんで追い込んだんだよ。これやっぱ今日食えない日だ。ダンディーなペロリが弾けた。